ね、156ページをさらにあそこにもいろんなエピソードがあって、あの大変なんですけど、そこにもちらっと書いてあるけど、ジョン万次郎という、ね、日本にはあの歌を伝えたのはジョン万次郎という人なんです。でどうもね、その1842年にゴールドラッシュがあったんですけど、そのゴールドラッシュで金を取ろうと思って西へ向かった人たちの間で、このオースさんが大流行りに流行って、みんなが口ずさんでいるらしいです。で、まあ、ジョン万次郎もこれまた話すと長くなるけど、漂流しているところを助けられてアメリカに暮らすようになったんだけれども、日本に帰りたいと思ったちょうどその頃ゴールドラッシュがあったんで、これは金を取ってその稼いだお金で日本に帰ろうと思ったんですね。で実際金を見つけて、その通り自分で船を買ったり作ったりとかしてね、日本に帰ってくるから、すごい、まあ、運と実力の持ち主だったと思うんですけど、そのゴールドラッシュに行く人たちの間で歌われていた替え歌のオースザンナを、オースアップスじゃないジョン万次郎が日本に帰ってきた時に口ずさんでるという、そういう記憶があるんです。でその取り調べを、まあね、鎖国している日本に怪しい日本人が帰ってきた、英語は喋るし洋物の格好してるし、なんだこいつはってことでね、すごく江戸幕府からあの取り調べを受けるんですけど、その取り調べを受けた時の公式記録とは別に、こいつがこんなことを言った、食べた、こんなことをセリフを言った、歌ったみたいなことを細かく書いた人がいて、半防災っていうその人の雑記というかね、帳面が残っていて、総書体というか、流れなんかミミズみたいなああいう字で書いてある書類がちゃんと残っているんです。でもちゃんとミミズみたいなとこもあるけど、ちゃんと歌詞がこうすさんだとかね、わかるんです。今アラバマとかルイジアナとかそういう南部の地名が出てきましたけど、その替え歌では、ね、カリフォルニア、キャラフォーニャって書いてあります。ゴールドラッシュに行く人たちの替え歌は、これ今でも実は YouTube で出てくるんですけど、オーカリフォルニアって検索すると、オースザンナと同じメロディーで、オーカリフォルニアって、でカリフォルニアに行って、あそこにある金は全部俺のもんだみたいな、そんな歌詞がねついてるんですね。もう今も昔もそういう、こう楽しい覚えやすい歌があると、みんなそれを替え歌とかね、マロディーにして、ね、楽しくみんなで歌うっていうことが多分変わらない文化の歌だと思います。インストレーションに使われた曲って結構調子のいい覚えやすい歌が多くて、で日本でも日本語詞がついたりしておなじみのメロディーが多いんですが、次の歌もそんなうちの1曲、日本では草競馬という名前のおなじみの歌です。キャンプタウンレイスと言います。ポスターが住んでいた寄宿舎の学校に入ってた時期があって、でそこにキャンプタウンという街が実際にあったらしいんですけど、当時本当にのっぱらで競馬が行われていたらしいです。まさに草競馬で、この歌にも出てくるように途中に穴が開いてたりとか、ちゃんとした競技としての競馬じゃないんですね。牛が乱入しちゃったりとか、あの大騒ぎ、そういう場所のドタバタ劇みたいなのだったのがこのキャンプタウンです。Thank you.
そうなんだ。あの麻袋に儲けた金を詰めて貯めとくんだぜっていうそんな歌詞が出てきますので、まあ、本人は黒人っていうそういう設定なんですね。でドゥダーっていうこの掛け声も実はドゥザットでドゥザッツっていう言葉をそれいけとかやっちゃえっていう意味なんだけど、それを黒人はうまく発音ができないんだ、実際はそんなことないんだけれども、それをこうわざと誇張してドゥダードゥダー、あいつらをドゥザッツドゥダーとしか言わないんだっていうようなことを揶揄して作られた歌詞なんですけど、でもそこも差別的だって言ってドゥダをなくしちゃったらこの歌じゃなくなっちゃうので、この歌詞はそのまま